こんにちは、岩田です。今日もマリオカートツアーやっていきましょう。 Here we go! ママです。岩です。今日は6歳の岩ちゃんとママでやっていきます。はい、岩田は最新の土管や検証、キャラ紹介などマリオカートツアーを楽しむ情報をお届けするエンジョイ系のファミリーチャンネルです。お気軽にご覧ください。はい、今回はオールカップクリア土管を引いた後にサマー土管1の無料土管を3回、そして今日からスタートしたパイレーツ土管の10連を引いていきたいと思います。それではまずオールカップクリア土管、ゆあちゃんお願いします。はい、よし、いけいけ、出るかな。バサバサ書いた、久々に見たね。レベルアップしました、ありがとうございます。バサ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 。続いてサマー土管1の無料土管行ってみましょう。あ、ここだ。まだね、1回も引いてないので100分の100です。来るかな、何か来ると嬉しいな。お、マッシュ、早かった。はい、パラフォイル。それでは今日からスタートしたパイレーツ土管見ていきましょう。これですね、クッパジュニア海賊を筆頭にボムキングとトッテンが登場。さらに土管の中身50個からスタート。ちょっと詳しく見ていきましょうか。ピックアップのキャラがこの3人なんですね。確率はウルトラレアピックアップが3で、あ、ウルトラレアのマシンとグライダーが1つずつ入ってるみたいです。キャラがクッパジュニア海賊、ボムキング、トッテンで、ウルトラレアのカートとグライダーはこの3種類の中から1つって感じなんですね。スティールダイバー、ホウジロウ、パイレーツホウジロウ、月装パタレット、ブラックセイル、スイスイマンタ。ママはですね、キャラだとトッテン持っております。あとマシンだとホウジロウですね。で、グライダーは1つもないので結構いい土管ですよね。50分の5っていうことですもんね。10連引いたら1個出る確率ですね。うんうん、いい感じだね。動画を見てくださっている皆さん、いつもコメントありがとうございます。今日のリセットなんですけど、最近は1回、5回、3回、10回、そして前回はパパが2回で神引きしてましたよね。悩むところなんですが、今回はあえてリセットなしでやってみたいと思います。話し、果たして吉と出るか凶と出るか、ゆあちゃんお願いします。わかった、やってみる。よし、ゴー。ゴールド、ゴールドだ、やったー。ピックアップじゃないかもしれないけど1個は出るはずだね。ね、1個は出るはず。来たー、やったー、スイスイマンタ、新しいの来ました。やったね、今、うん、スイスイマンタだ。かわいい、ここに目ついてる。あ、本当だ、お目目ついてる、かわいらしいね。ボムヘイプラスだ。ボムヘイプラスでした、ありがとう、ゆあちゃん説明してくれて。お、ルイージー、結構レアも出てくれてるね。ラストかな。あ、来た来たじゃん、これなんか出るんじゃん、もしかして。出た、ボムキングだ、ボムキング初です、嬉しい、ずっと欲しかったんです。ボムキングだ、ボムキング出た、ポポポポポだね、うん。やった、ありがとうございます。やりました、1個も出た。新しいウルトラレア、スイスイマンタ、スイスイマンタ、ボムヘイプラスとボムキング出てくれました。ギガボムヘイですね、うん、うわ嬉しいです。最近あまりピックアップがママは引けてなかったのでとても嬉しいです。やったね、うん、やった、嬉しい。見て、いっぱいあるコース。そう、ボムキングってすごい適正コースが多いって聞いていて、ずっと欲しかったんです。やっと手に入れられてよかったです、ありがとうございます。24個もある、うん、素晴らしいね。開放するのが4個あった。そっか、すごいね、強いですね、嬉しい。これから大活躍してくれること間違いなしのボムキングゲットできました、やったー。今日はね、10連でウルトラレアが2個も出てくれましたね、ゆあちゃん、うん、どうでしたか。嬉しかった。嬉しかったね、よかったね、引いてね。はい、
ゆわ党の最新特番の更新日は水曜日と日曜日、その日のうちにアップできるようにしています。他にも検証やキャラ紹介、最近は誰でも参加 OK のマルチプレイライブ配信などもやってますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。高評価やチャンネル登録もお待ちしてます。せーの、また見てね。バイ。